11月10日銀券支部会の最大イベントとして毎年菊の香る11月に開催される第24回全国銀券支部同大会が高松の宮妃がん研究基金の放送を兼ね華やかに開催されました。各流合銀コンクール、そして特別企画水を心してと、この日を楽しみに全国から参集した1万5000人の銀英ファンを一日中魅了しました。日本銀券支部振興会は銀英と剣舞支部という日本の伝統芸能の振興を目的とする公益法人として設立いたしました。以来銀券支部に親しむ人たちの総本山としてさまざまな事業を意欲的に展開してまいりました。そして今や全国の会員数も381万3千人を数えるに至っております。このように当会の組織並びに活動が充実発展してまいりましたことは銀券支部の振興によって人づくり国づくりを念願とします。私にとりまして誠に大きな喜びとするところでありますとともに、これらに携わってこられました関係各位に対しまして最高の敬意と最大の感謝の誠を捧げるものであります。財団法人日本銀券支部振興会の主催による恒例の全国銀券支部同大会が関係の皆様方多数のご出席のもと、ここ日本武道館においてこのように盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。目録の贈呈です。笹川会長より高松の宮妃がん研究基金の岩崎富士子代表にがん研究基金放送目録が贈られました。7歳本大会最表彰に移り、平成3年度の全国銀英コンクール全国剣士部コンクール優勝者に笹川会長杯、高松の宮妃杯、文部大臣賞、NHK 杯、民放杯が授与されました。